はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、時効の効力、民法144条について解説いたします。これは時効の訴求効と呼ばれるもんなんですけれども、条文では、時効の効力はその起算日に遡ると、このように規定しているんですね。で、今回お話しする内容っていうのは、まず時効がどういったものかというものと、この起算日っていつなのか、この2点について解説いたします。まず、時効っていうのは何なのかというと、一定の時間の経過により、権利を取得したり、また消滅する。これを認める制度を言うんですね。例えば、私が、横浜に住んでいて、沖縄に土地を持っていたと。で、もう沖縄にはもうずっと行っていないと。で、その沖縄のその土地、私が所有しているその土地に、第三者が占有していたと。その人がずっと使っていた。で、20年間、私はその人が使っていることを知らなかった。つまり私はその人に対して出て行ってくださいとも何とも言っていない。この場合、その人は私が所有しているその土地を時効によって取得しちゃうんですね。つまり、一定の時間の経過、今回で言えば20年という期間ですね。によって、その人は私の所有権という権利を取得したと、いう話です。これが取得時効をと呼ばれるものなんですね。私の土地だけれども、もうずっと使っていない。で、実際にはその人がずっと長年使っているっていうのであれば、もうその状況を認めてあげましょうっていうのが時効なんですよ。で、もう一つあって、権利の消滅を認める制度もあるんですね。これは消滅時効と呼ばれるもんなんですけども、私が友人に対してお金を貸しました。で、貸したはいいけれども、もうずっと請求をしていないと。言った場合、この場合、私が持っている貸金請求権、お金を返してと主張できる権利、また相手方としては弁済する義務があるわけですよね。これを消滅させましょう。つまり私が請求していないということは、もうその権利っていうのはもうなかったものとみなしましょうっていう話なんです。これが消滅事項なんですね。一定の期間経過することによって権利を消滅させるといった内容です。で、この効力っていうのは起算日に遡るよって言ってますよね。で、効力ってこれ何かというと、取得時効の場合だと、自分のものになるという効力なんですよ。所有権が自分になるといったイメージで大丈夫です。この所有権が自分のものになるのは、いつからかって言ったら、起算日からになるんですね。この起算日ってじゃあいつなのかっていうと、占有を開始した時です。つまり、先ほどの事例で言うと、私が沖縄に所有している土地、第三者がずっと使っているわけですよね。で、時効期間が満了した。使っていた人が A さんだと仮定します。で、C っていうのは私ですね。私は横浜に住んでいるけども、この土地自体は沖縄県にあります。で、ずっと知らなかった。A さんが使っているのを知らなかった。で、占有を開始してから20年間経過した。で、一応 A さんっていうのは、この土地が自分の土地じゃないってことを知っていたと仮定しますね。知っていた場合、20年間経過すると、時効が完成する。つまり、自分のものになるって話なんです。これ一応悪意にしてるんですけども、もし A さんが善意無過失だった場合は10年間で大丈夫です。これは取得事項のところを勉強していただいたら、そこでわかると思います。今回はちょっと省略させていただきますね。とりあえず A さんは悪意だと仮定して、20年間経過したのであれば、この土地は自分のものになるよ。A さんの土地になるんだよという話なんですけども、じゃあ、いつから A さんの土地になるのかというと、これは、20年経過した時からではなくて、占有を開始し始めた時から、もう A さんのものだったということになっちゃうっていう話なんですね。これがまず取得事項の内容です。で、もう一つが消滅事項の内容です。消滅事項の場合はどうなるかというと、例えば先ほどの事例、私が友人にお金を貸しました。4月末に返済してくださいと期限を決めていました。この場合、返済期日、この4月末から5年経過してしまうと、これ時効が完成してしまって、債務が消滅しちゃうんですね。つまり、相手方、友人は私にお金を返さなくても良くなっちゃうっていう話なんですよ。で、この効力っていうのは、起算日に遡るんですね。起算日っていつかっていうと、債権者、私ですね。私が権利を行使することができるとき、この権利を行使することができるって何かっていうと、私が友人に対して、借金返済してくださいと、請求できる時です。これはいつからかって言ったら、返済期日
が到来してからですよね。この日から言えるんですよ。この日までっていうのは相手方は返済しなくてもいいわけですよね。だからこの間っていうのは私は友人に対して権利を行使することはできません。期限が過ぎてから過ぎた後になったら私は友人に対してお金返してって主張できるわけだから、こっからですよね。ここから債務がもうなくなっちゃうよっていう話なんですよ。こっから債務は消滅するよ。ということは返済期限が過ぎた後っていうのは履行地帯、相手方はもう約束を守らなかったということで遅延損害金が通常発生するんだけれども、ここから債務がなくなっちゃうということだから遅延損害金もなくなっちゃうっていう効果が発生するんですね。つまり返済期日から債権債務がなくなっちゃうということだから、友人は私に借金を払わなくてもよくなるし、また遅延損害金も払わなくてもいいよと。これ5年間ずっと遅延損害金溜まってきたと思います。でもそれも全部なしになっちゃうよと、まあ、いうような内容ですね。これが時効の効力はその起算日に遡るの意味です。この意味分かっていない方非常に多いので、しっかり取得時効と消滅時効を分けて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。